なんか、すいません途中切れちゃい多分切れて録画されちゃうと思いますけど、はい、まあ録音ではさっきからずっと撮ってるのでね。で何の話したんでしたっけ、はい、政治家が政治家まあ、変じゃないかと、うん、なんていうのかな、まあ打たれ強いっていうかもう別人種ですよね、人としてね。そうですね、うん、またね、政治家って大変うっかり失言もできないじゃないですか、だからね、それに比べればもう出版業界なんて楽ちんなもんよみたいな本当にすごいまとめ方になってきましたけど、楽ですよ、だってやっぱりね人死ぬことないじゃないですか。そうですね、よほどのことがない限り、うん、出版さ最悪でも出版差し止め、でこうね、まあ本で人が死ぬってことはまあほとんどない。まあそれこそね、過労でとかぐらいですか。そっちはね、どうしてもまあそれどんな商売でも一緒なんで。例えばこれが原発の制御とかそういう話だと、自分がミスすると大変なことになる。いや自分が死ぬだけならいいですけど、周りの方にも大変な迷惑がかかるとか、うん、確かにそういうことはないですからね、うん、そういうことは全然ないし、だから本当にそういう意味では学生さんとかね、もし見てたらと思うんですけど、よくその、まあ、出版に限らず何かこう、うん、自分で発信をしていきたい、うん、今いろんな手段あるじゃないです か、うん、かとにかくやってみればいいと思うんですよ、うん、で世の中で言われるほど例えば何かでその叩かれるっていうこともないし、一つ言っておきますけど、叩かれるっていうのは本当にね、ある意味有名税で、通常例えばあなたの名前が A だったとする、で A って知ってる、知らない、誰それ、終了って2ちゃんなら4列で終わりですよ。だから例えば私とかもう13年ライター業やってますけど、うんうん、それこそ話題になりゃしないですよ世間で。2ちゃんでそれが立つっていうのは名誉ですよ。つまり2人以上知ってる人がいるってことが、そういうことですね、2人以上知ってる人がいるだけでは成り立たなくて、その人たちが2ちゃんで出会わないとそれは成り立たないわけですよ。でまた他に興味のある人がね、2人ぐらいはいるだろうって思うかもしれないけど、いないよ、そもそもね、ブックオフで自分の本見かけることないんだから。ないですね。あったらあったーとか喜んじゃう、だからブックオフって言って、まあ、今はそんなのもね、まあ、あまり言われなくなっちゃったけど、ブックオフって言ってブー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 言ってるのは、うんと本が売れてて、ブックオフに絶対自分の本があるような超売れっ子。そうですね。で自分の本の私の本なんてあったら、あった売れてるんだわこの本とか思っちゃう。思っちゃいますね、うん、でしょ。だからね、そう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 、なんていうの、やっぱり叩かれるなんてことはもう有名にならないと。そうなんですよ。だから逆に言うと、叩かれるところまで行ってるんだったら、少なくともなんか例えばね、対価が、あるわけなんですよきっと。実はいろいろ条件が整わないと叩かれなくて、まずその人のことを憎いと思ってる2人が出会う。ああ、なるほど。いいと思ってる人と憎いと思ってる人と叩きにならないんですよ、はい、で2人以上いる、出会う、そして2人以上いてかつ出会うこと、うん、でそれが持つだけのネタがあること、あこれ重要でね。で、なんていうのかな、まあ、私の知ってる若崎健さんという作家さんなんかは、いや俺にちゃんのスレが伸びてる頃がもう一番売れてたよって言うんですね。 だってある意味分かりやすい指標ってことですよね。でも自分のスレが7だか8だかいててびっくりしたんですもん。あうおーこんなかーって言って、もうびっくり、もう本当ありがとうございます、私見ませんのでてか私は絶対作る叩かれるのが結構意外に叩かれ弱いんで。あそんなのみんなそうですよ。私だってめっちゃ叩かれ弱い、もう絶対嫌ですもん悪口読むの。だけどなんていうの人を怒らすのは大好きなんですよなんていうの、だからもう病気ですね。でもそんぐらいのことをやってないと我々レベルですら生き残れない。そうなんですよね。だから結局、まあそのさっきのアンチの話もそうですけど、誰かの心に残ってないと発信した意味がないじゃないですか。もうね、何かの形なりね、なんなり人の心を下ろし金で擦るのが好きなので、もう誰かを怒らせなきゃっていう、鬼おろしを作るような目の荒いやつで、でも、そんなにね、人様に怒られないよう迷惑をかけないようしたいんだったら、もうものづくりなんてやめろやって思うわけで、クリエイターにね、なりたいっていうテーマでこうちょっとお話をした時に、はい、例えばね、弟子になりたかった、とにかく
一流の人の周りには一流が集まるんですよ、だからお金の周りにお金が集まるように、そうそう、でだったらもう押しかけ、警察呼ばれない程度の押しかけてお友達に出してもらうか弟子にさせてもらうかしろと、警察呼ばれるのはダメですよ、なので呼ばれない程度に押しかけてお友達とかになりなさいみたいなことを言うと、迷惑じゃないんです、それって迷惑ですよねって言うんですよ、で私は返答は決まってて、迷惑に決まってるじゃないですかと、誰にも迷惑誰にも迷惑をかけずに行きたかったらものづくりなんてやめてください、クリエイターになるのも諦めてくださいっていう、自分はいい子で正しいことだけをして人の心に残るものづくりをしようなんて不可能、不可能、無理ですね、だからみんな心に後楽園球場を持てばいいんですよもう俺は人を怒らせて生きると、だからそういうことですよ、みんなね、私の知ってる人はいかに勇ましい人だって叩かれ弱いですよ、ただ叩かれるのが嫌だから何も言うのをやめるということが病的にできない人ばっかり、結局言わずにはとか書かずにはいられない、まあそれ、物書きってのは病ですからね、最近この意味がしみじみとこう分かってきたところでありますけれどもね、なんていうのかな、だからまたでも別にさっき言った広告絡みの仕事は別ですよ、もう本当にこれはユーザー様あっての、そうですね、だからある意味一番そのクリエイティブな仕事の中で商売らしい商売っていうんですかね、そうですね、売る人がいて買う人がいてみたいな、なんかのがすごく分かりやすいっていうのもあると思いますけどね、でもそういう中でもユーザー様の言うことをはいはい聞くだけ、はい、ではダメだと絶対に、さっき言ったおにぎりの話だけど、ユーザーさんの言うことを聞いてだけだとユーザーさんの求めるもの、ファンの求めるものすら作れない、やっぱりね、最近私 の, テーマは昆虫化なんですけど、昆虫ってさすぐに変化して個体ちっちゃく、で多分人類より明らかに長生きするじゃないですか、もうだからみんなちっちゃくなって、どんどん変化して生き残ろうよってことで最近昆虫化っていうのが私のこうキーワードでもういろんな人に昆虫化になろうよって言ってるんだけど、それこそユーストリームもそうですけど、昆虫になれば、なんか1匹で何にもできないかもしれないけど100匹1000匹集まったら岩ぐらい動かせるよっていう、まあ、ある意味この今やってるねユーストリームっていうのも昆虫の集団、イワシの集団みたいなもんで、イワシの擬態みたいなもんであって、面白いコンテンツが星の数ほどあってユーストリームっていう一つのね、大きなものブランディングがねこうできてるわけであってね、はい、なんていうかね、もううんこの話からさっきのさ飛行機のさ飛行機のトイレの話からこういうね全然出版業界の交渉の話でもなんでもない俺ら自分語りみたいなあとなんか若干夢を与えることを言いましょうみたいな話でしたけど、あんま夢与えてるかどうか分かんないですが、夢は与えてないですね、ただはっきり言えるのはだから仕事はね2人以上でするもんだという話をよくしてますけども、はいはい、1人でも行けるとこまで行けるっていうのもある、そうです、ね、だからつまり一つだけが真実じゃないっていうのも私はよく言ってて、物事はスイッチじゃなくてスライダーで考えるべきなんですよね、で私なんかもう本当にね人付き合いがうまくなくて、もう友達も全然いないんですけれど、ね、ビジネスパートナーもろくにいないし、ただ一人でもね行けるとこまでは行けるんですよ、少なくとも一人ぼっちでもホームページとか作ったり、ホームページを作って、で本の企画して本書いて、でデザイナーさんに発注して本を作る、まあ1から10までですよね、私自分のこと一人ヘンプロって言ってますけど、お友達がいなくても人付き合い下手でもやる気と手順さえ踏めば結構なとこまで行けるのがうちの業界のいいとこですね。でまたそのツールは揃ってますからね、今は揃ってる、昔と違うんで、これもとある方が言ってましたけど、もう昔はアニメ作ろうって言ったらあれはどうやって作っているのかとか、あのアニメのセルは何でできてるのかとか、もうそういうところから
考えなきゃいけなかったけど、今はもうそれこそ一人でねアニメができるようないいソフトも揃ってて、ね、環境も揃ってて、あの本当ものづくりをするのにはいい時代なんですよね。あ、本とかもそうですよね。それこそだってワードでね、皆さんがあのそれこそ Windows の普通のパソコンにワードを入れて、うんうん、でワードで書いた原稿をそのまま本にできるみたいなサービスもあるぐらいですよ、うん、だからその本っていう形を作るっていうことだったら極端な話ね、いくばくかのお金さえあれば誰でもできますからね、うん、そのいくばくかっていうのがものすごい、それこそ1万円ぐらいからできる、はい、なんていうのかな、うん、まあでも自費出版系の会社は増えすぎちゃったので、ずいぶんね勧められるんですよ、バーバラさんに、自費出版系の会社やれば的に言われるんですけど、あー、あれはそれこそこう語り出したら1時間じゃ済まないですけど、出したい本を出したいって人がいたらお手伝いさせてもらいますけど、それを恒常的に商売にするのはちょっとあんま楽しくなさそうだな。あれはちょっとね、出版業ともまた違うんで、 PR 誌に近いですね。そうですね、サービス業、あの個人的な PR 誌、そう個人的な PR 誌ですからね、まあ、ちょっとお客様あっての話ですからね、その辺また違うんですが、まあ、ほら宇津井さんと私なんかは、はい、もう楽しいことできなかったらやってる意味ねえやっていう、そうですね、ある意味開きの、やっぱり、ね、視線をさまよったことがあるっていうでも楽しいことをやるか、あとは本当に美味しいことか、ないですけどね、美味しいことはないですね、今だからうっかりねこれを聞いて出版業界に来ようなんて思ってる方はですね、まあもちろんね、薄井さんも経験から言えることあると思いますけども、かなりやる気になりゃ楽しいことができるし、そうですね、できますできます。で、友達いなくても一人でも人付き合い下手でもかなりやれればいけるとこまではいけると、人付き合い下手なら能力があるとか、うん、うん、なんていうのかな、出版業界でやっちゃいけないことって何かな、作ったものが悪いってのはダメ、これだけはダメ、あ、作ったものさえ良ければ、結構なとこまではいけます、うん、ただ一流になるにはね、最近ねちょっと思うんですけど、一流になるには結局人格が必要かなっていうふうにちょっと最近思ってきましてね、一流と言われてる人はやっぱり何か人格的に持ってます、うん、能力以前に作ったものがいいのは当たり前なんですよ、うんうんうん、それ以外になんか人格的になんか持ってる、一流の人は。まあでも一流じゃなくてもやれますから。私もこの間ね、こう一流の作家さん相手に話したんですけど、なんていうのかな、でももうライター商店街とか作家商店街っていうのがあったとして、作家商店街ライター商店街で一番のデパート、あそこのうんたらデパートにはなれないかもしれないけど、この商店街のこう魚屋とか小物屋になって目に物見せてくれるわというふうに吠えることはできますからね、うん、そうそうそう、できます。なんていうのかな、あとほら我々なんだかんだ言ってやっぱり博打好きでないとこの業界いられない、だから、まあ出版業界は生きてること自体博打という人生ギャンブルですから、だからね、これは最初の方で話した弁当屋になれって言った人が、はい、またその人はね基本 PR 市協会の人なんで、まあ、海鮮山線なんですよ、うんうんうん、もうそもそも宣伝会議にいた人だからね、海鮮山線なんですけど、その人が言うにはやっぱ一発逆転が可能な業界であることは間違いないと、うん、だってねえ、でまたこれはデビューした私を入社してさせてくれた雑誌の副編集長がね言ったことですけど、バーバラ、ベストセラー出したかったら数出すことだよ、あとは運だよっていう、うんうん、なんていうのかな、大儲けはできませんので、大儲けしたい人は金融にでも行ってください、はい、だけど人生愉快に行きたくて、好きなことやるわって思って、最低限の礼儀のある人は出版業界に、そうですね、本当に礼儀知らずは、あ、まあでもな、能力死ぬほどあればね礼儀知らずでも許されちゃうんだよな、まあ、そこ難しいですけどね、あ、でも結局総量としてバランスなので、そうですね、うん、性格最悪の人は突出してないと、ね、能力がもう天才ぐらいなのに、
たまたま売れちゃった人が別能力突出してないにもかかわらず俺は天才と思い込むから、これは難しいんですよ、いろいろとね、本当にあの売れるイコール天才ではないってことですからね。まあこの間も、まあ有名な言葉ですけども、勝ちに不思議の勝ちあり、はい、負けに不思議の負けなしという、売れるのはたまたまの可能性あるけど、ね、売れない人は絶対理由がある、はい、そういうことです。これね、なんか言ってて自分でズキズキしますね。いやもうというかあの、ね、自分に刺さるようで嫌ですね。あのね、でもこれはまあやっぱり言い続け、あの更新のためにね、はい、そうです、言い続けなければならないでしょうというところで、まあ、そういうわけで、はい、あ、まあ本当に私あの薄井さんと、はい、あの3時間持つか、3時間3時間2時間半持たせりゃいいと思ったんですけど、2時間半持つか大変大変心配だったんですけれども、はい、結果3時間半、余裕で全然持ちますね、はい、もうさすが義兄弟の杯を交わしたあのあれですけれども、実は全然今日あの話の触りしか お伝えできなかったというか、俺伝説をお互い話し合っただけで終わってしまったという。ちょっとでもあんまり世間に話さないようなところまではちょっと喋っちゃった気がするので、だから、はい、皆さんが見てね、励みにしていただきたいのはね、そうです、あの一言だけ言えるとすれば、私みたいなんでも、あの女房子供とりあえず養えるだけの稼ぎがこの業界でできてるというところをですね、うん、あいつにできるなら俺にでもできるだろうということで、うんうん、チャレンジしてくれる人がいればちょっとラッキーかなと、うん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 、私も嬉しいなと思いますけど、まあなんですかね、まあ好きなことできるし、友達いなくても性格悪くてもとりあえず食うことはできるし、はい、うん、デパートを狙わなければ魚屋でいいや小間物屋でいいやって言うんだったら目に物見せてくれるわと、何歳になっても吠えられるというね。そうですね、定年もありませんし、定年ないですね、はい、定年ないです、素晴らしい商売ですので、俺は野良犬で構わんという、狂犬で構わんという気概を持つ人はぜひ、もう本当年齢性別何も問わず、過去も問わず、ぜひそういう人とまたね話してみたいですね、いろいろね。でもね、そういうなんていうのかな、優しい顔してるけど、こう苦労人で荒くれ者じゃないですか。いやいや、ああそんなね、またそんなみたいな、そういうね、はい、荒くれ者の、なんていうのかな、もうあれですけども、本当に、まあ、自由ですよ。その代わり自由だからこそ、収入も自由という、はい、だからよく言われるフリーのフリーはただって意味だっていう、そうですね、だからこうやってね、もうせっせっせっせとこう配信してますけど、我々これで一銭もお金得るわけじゃない、むしろ出費ばかりというね、はい、でも、俺らはまだまだこの業界で行きますよということで、はい、何でしょう、これもうタイトルが分かんなくなりましたね。俺ら伝説という、はい、出版業界俺ら伝説、こんなやつらでも出版業界は生きられるみたいなタイトルかな、はい、俺ら伝説です、まあ、かなり異色ですね、はい、もう大出版社、六大出版社でぬくぬくと生きていた貴様らには分かるかみたいな、そういう感じですよね、はい、まあサラブレッドの人の話もそのうちしますけれども、もうなんか世間離れしてますよ。なるほど。もういわゆる取り次ぎの株を持っちゃってるような六大出版社にお勤めの方は世間違います、うん、はい、不払いなんて大内さんだけじゃないのとか涼しい顔で言われちゃいましたからね。まあ、こちらは雑草ですから。雑草です、はい、雑草魂です。雑草魂ですから、はい、すから、もうそういうわけで本当に今日、はい、長々ね見ていただいた方本当にありがとうございます。なんて言うんですか、もしかして明日の朝の放送眠たくて起きられないかもしれませんし、私これから帰って原稿を書かなければならないので本当ごめんなさい、担当さん遅れて今日も遅れてしまいましたということなんですけれども、あらららら、はい、あれもう義兄弟ですか、なんかコンビ名考えましょう。あ、そうですね、こうユニット名ね、ユニット名ね、はい、なんかこうとにかくあれ希望としては銀河とか言大宇宙とかね、無限に広がる大宇宙的な、で次に超せこい単語が入ってね。なるほどなるほど、要するに大小のギャップ、柔らか戦車的な、うん、柔らか戦車的な、そこで柔らか戦車が出るギャップがあるこうキーワードってそれしか思い浮かぶんですけど、もうなんかね、はい、もうそういうわけで新しくコンビ俺ら結成しますので、こんなに境遇が似てる人って他に会ったことないんで、ね、そうですね、私もないですね、うん、はい、だから
普通はね、普通のまともな人はいや大半 大出版社に入って、そうです、大半まともな人もうこうある程度勤め上げて、はい、独立するなりなんなりして、でよそ行って失敗して戻るっていうのが、ね、まあ、パターンですね、はいはい、でそれでいきなりあの編集長だったものが平になったりして帰ってきたりして、ね、まあ、あるわけですね。独立してやっていけるっていうのはなんか一芸ないとダメですね。そうですね、はい、もう三井さんは、ね、うん、人当たりの良さあるし、もうね、意外にそうでもないですよ。そうですか、やっぱり、はい、やっぱり野獣実は野獣というわけで、本当に今日はお付き合いいただき、はい、ありがとうございます。もう7時間ね、あっという間に7時間半が過ぎてしまいました。今回あのこのね、場所をお貸しいただいた、もう本当ユーストリーム、スタジオのスタッフの皆様にはもう大感謝でございます。はい、あの私ちょっと明日の朝の放送もしかして休むかもしれません。もうちょっと帰ってね、原稿書いて、何しなきゃいけないので休むかもしれませんけれども、毎朝8時半からですねやっておりますし、また臼井さんともね、はい、面白い企画を、あの今日もメモしてきた話ほとんど喋れてないんで、はい、いっぱいあのストックありますから、じゃ あ, あのちょっとメールしますんで、はい、また次の予定行きましょう。ぜひぜひ、まあ、月に1回とか2回とかね、はい、あのご覧いただきましょう。皆さんにもできる限り、今後も面白い情報をとってもう頑張ってね、提供していきたいと思いますし、私は見ていただいている方のことをね、ファンではなく友人だと思っておりますから、ね、友人はね、人ん家行ったら失礼なことしないし、こちらも敬意を払うし、向こうも敬意を払う。なるほど。なんていうの、俺は客だっていう人はもう見ないでいいですもう別に失礼なことを言うなと言ってない。友人を批判するときはそれなりの礼儀があるだろうって言ってるだけでね、はい、客だっていう人はもう見ないで結構、はい、今すぐ切ってくださいということで、でも、これから見てやろうという人は友人、ね、よろしくお願いします。もうまぶたちにぜひなりましょうということで、そういうわけで、7時間半お付き合い本当にありがとうございました。ありがとうございます。本当に、ね、私たちも喋りのプロではないので、うん、本当に、ね、当たり外れというのがあって本当申し訳ない。自分 の放送ずらーっと今ウェブに載せてるんですけど、これ当たりだったけどこれ外れだったなみたいのも残念ながらあるんで、でも喋るのがプロの落語家さんですら当たり外れがあるんだから本当に申し訳ありません。なんて言うんですか、ね、皆さんはファンでなく私の友人なので、大事に思っていることは実は間違いないのであります。財布が絡むとまた違うですね、そういうわけで、長々お付き合い本当にありがとうございました。ありがとうございます。次回放送はもし明日はちょっと無理かもしれませんけど、明後日また8時半ぐらいからね、皆様にお目にかかりたいと思います。今日も本当に夜遅くまでありがとうございます。ありがとうございます。普通だったら終電のない、はい、田舎方面なんで終電ありませんが、はい、事務所を戻って、作業でもしたいと思います。というわけで、はい、なかなかお付き合いいただきました。本当にありがとうございました。そういうわけで、今日評論放送スペシャル、終わりにしたいと思います。でまた皆さんね、近々、お会いしましょう。その頃はきっとユニット名も決まっていると思います、はい、いつもだったら来てくださるね、ドラゴン山崎さんとか葉山ナイトさんであるとか、ちょっと今日ご都合が悪くて、参加できませんでしたけれども、また、放送でお会いいたしましょう。それでは、皆さんここでお別れしたいと思います。ありがとうございました。この後も実は撤収風景の、中継はしようと思っておりますので、どうぞ皆様よろしければそのままお付き合いください。一旦カメラは切らせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。仕事ください